はい、どうも。今回はですね、こちらの商品を紹介していきたいなと思います。アビーノっていう、まあそういったブランドの、まあ、ローションですね。ローションです。スキンリリーフモイスチャーリング、モイスチャージングって書いてますけど、これ全部英語で書かれてますね。はい。で、非常にこれが、まあ、海外のサイトの iHerb っていうね、サイトの口コミで、まあ、結構、いい評価が多かったので、まあ、購入してみました。はい。で、私自身、まあ、敏感肌で、乾燥肌で、っていうことで、まあ、割と、まあ、こういった化粧水だとか、まあ、美容液とか、まあ、クリームとか、まあ、そういったものを、まあ、日頃から、まあ、オイルとかね、まあ、よく使ってるんですけど、まあ、今回、まあ、試しにこれ使ってみて、まあ、だいたい今2週間ぐらい経ったんですけど、まあ、その感想だったりとか、まあ、この商品自体について、の情報っていうのをね、まだ買ったことがない人が、おそらく、この動画を見てくれてると思うので、まあ、情報を発信していけたらなと思ってます。はい。で、今回購入した商品は、こちらですね。アビーノ、ね、アクティブナチュラルズのスキンリリーフ24時間保湿クリーム、無香料の 532ml 入りという風になってますね。価格が1632円。この価格自体は、変動しますね。これ海外のサイトなので、まあ価格が若干変わってきたり、日によって変わってきたりはするんですけど、まあ大体そのぐらいの値段ですよ、ということですね。はい。で、あと商品のランキングとしては、かゆみのある乾燥肌で15位、そして、まあローションランキングの23位っていうことですね。で、この商品の特徴としては、ジメチコーン皮膚保護剤っていうのがね、入ってます。ジメチコーン皮膚保護剤ですね。うん、であとは、書いてる通りです。特にですね、これですね。上から3番目の、オート麦フォーミュラーっていう、まあ、オート麦ですよね。僕はですね、毎朝、あとはお腹が空いた時に、食べてるものが、このオート麦っていう、ものなんですけど、まあ、オートミールですね。オートミールっていうのを、まあ、スーパーで買って、近くのスーパーで買って、まあ、大体、500円あれば、まあ、買えるぐらいの容量。で、容量的にどのぐらいかな ?400g とかそのぐらいかな、おそらく。まあ、そのぐらいの容量を、まあ、買って、まあ、食べてるんですけど、まあ、結構食物繊維が多かったりとか、まあ、栄養が含まれてたりするので、まあ、好んで食べてますね。で、その、まあ、オート麦がこのクリームには、入ってるということです。はい。で、まあ、ステロイドも使ってないですよ、ということですね。はい。まあ、そんな感じです。で、結構ね、レビューもいいんですよね。まあ、必ず僕は、iHerb で商品を購入するときは、まあ、レビューを確認してから買うようにしてます。ではですね、早速商品の方を見ていきたいなと思うんですけど、まずこの上の方ですね、上の方をよく見ていただけると、まあ、印字がされてますね。で、まあ、左に回すと、クローズ、閉まると。で、右に回すと、オープン、開きますよという感じです。なので、初めね、これを買って開けるときにこれずっとこうやって回してたんですけど、もう軽く回すぐらいで大丈夫です、これは。オープンなので、右側に軽く回してもらえれば、こう、止まるんで、で、あとは、こう押していただく。で、まぁ、こんな感じですね、大体。こんな感じのクリーム。結構ね、水っぽいです、意外と。クリーム状、
ぽく見えるかもしれないですけど、意外とね、柔らかい感じですね。意外とこうね、さらっとしています。べとつかないですね。なんかね、肌に馴染むような感じで、スーッと入っていくような感じです。まあ、オイルとかだと、まあ、僕の場合は、ココナッツオイルとかを、使ってたりするんですけど、それよりもべとつかないですね。やっぱココナッツオイルはもう本当のオイルなので、結構ね、こう塗った時に、すごくこう、べとついてたりとか、あと、まあ、服とかにね、油がついちゃうと、少しこう、色がついたりとかしやすかったりとかするんですけど、このスキンローションに関しては、そういったことはないですね。もう肌に本当に馴染んでいくっていうような感じですね。もう本当に柔らかいです、こんな感じで。柔らかい。で、まあ僕の場合はやっぱり、ちょっと肌が乾燥しやすいっていうのもあるんで、すぐに馴染んでいくっていうような感じですね。なんかオイルはね、なんか肌に浸透していくっていうよりもバリアするような、そういった感じなので、オイルとはまた違う感じですね。ですね。で、これね、非常にやっぱ肌がね、なんか柔らかくなったような感じがしますね。今、だいたいまあ2週間ぐらい使ったんですけど、感想としては、やっぱりね、肌がちょっと柔らかくなったような感じがあります。まあ、僕は、漢方薬もね、飲んでたりします。煎じ薬をね、飲んでたりするんですよね。まあ、それ体質の改善のためだとか、まあ、ちょっとアレルギーも持ってるので、まあ、あとは美容のためとか、まあ、そういった目的で、まあ、だいたい月に3万円ぐらいかけて、漢方薬っていうのも飲んでるんですけど、それを飲み始めたのがだいたい1ヶ月前ぐらい、まあ、ちょっと薬局を変えて飲み始めたのが1ヶ月前ぐらいなので、まあ、その影響もあるかもしれないですけど、まあでも、このクリームの効果なのかなっていう感じは強くありますね。肌が本当になんか柔らかくなってきているような感じは、本当にこのクリームを塗り始めてから、するようになったかなっていう感じはある。あとね、匂い。匂いはね、これ無香料なんですけど、若干しますね。若干。なんて言うんですかね。若干匂うんですよね。なんて言うのかな。まあ、そんなに嫌な匂いでもなく、まあ、いい匂いでもないですね。なんて言えばいいのかな。ちょっとね、洗剤に近いと言ったらあれなんですけど、洗剤と石鹸を混ぜたような、足して2で割ったような、そういう、そんな感じのイメージかな。ただこれはね、肌に塗って、時間が経つと、もう消えますね。本当にこう出して、こう、匂ったら匂うぐらいな感じ。こう、もう肌にすり込めば、もうさっきも言った通り浸透していくので、すぐ浸透していくので、もうすぐ匂いは、消えますね。まあ、このぐらいだとまだ、ちょっと匂うんですけど、もう、1分とか2分とか、そのぐらい時間を置けば、匂いっていうのはそんなに気に、ならないと思います。ですね。まあ、あとですね、ちょっと気になる点としては、やっぱり中身が見えないので、どのぐらい使ってるかっていうのがわかんないんですよね。中身が見えないから。だから、ちょっと、僕の願望としては、中身が見えるように、ちょっと作ってほしいなと、つけていただきたいなというのがありますね。ですね。やっぱりね、このオートミールっていうのがいいような気がします。そのオートミールのフォーミュラっていうのが入ってるっていう、まあ成分として入ってるっていうことなんですけど、それがやっぱり効いてるのかなっていうのは、思いますね。やっぱりこのアビーノっていうブランドが結構他の製品も出してるんですけど、他の製品も割とこう評価が高い
で、僕はやっぱりこの時期乾燥しやすいっていうことで、まず保湿を第一目的として、24時間保湿っていうふうにも商品名に入ってたので、これを買ったっていう、そういった経緯ですね。はい。で、これちょっと余談なんですけど、アイハーブっていうサイトがですね、ちょっとコロナの影響とかで、先月の中旬ぐらいだったと思うんですけど、中旬ぐらいまでぐらいだったと思うんですけど、一時期ね、80ドル買わないと送料が無料にならないっていう、一時期ね、そうなってたんですよね。ただ3月の後半ぐらいかな、後半ぐらいから、確かそうだったと思うんですけど、60ドル？50ドルか。40ドルか。ちょっとあんまり覚えてないですけど、その額がね、送料無料になる、金額がちょっと下がったので、そのタイミングで僕は買ったんですけど、おそらくですよ、80ドルで送料無料って結構、ハードル高いと思うんで、多分、アイハブの売り上げが下がったのではないかと思うんですけど、60ドルでしたね。ここに出てるんで、オーバー60で、10%オフになるという感じですね。はい。あと最後にこの YouTube の説明欄に、リンクを貼っておきますので、もし興味があればそちらから飛んで、購入してみてくださいっていうことですね。はい。あとは僕の、紹介コードっていうのもあるんで、それを入れていただければ、あなたがその買い物するときに、5%オフですかね。ちょっと安くなるので、それも合わせて、商品、書いておきますんで、それも購入するときに、入力していただくと、割引価格で、購入できるっていう、そういった感じですかね。はい。じゃあ、長々と話していったんですけど、これ結論としては、肌に合わないっていうことはないです。僕も結構敏感で、敏感な、体質だと、肌が敏感な体質なんですけど、これに関しては、合格かなと。肌が荒れるとかいうことは、なかったですね。なかったです。ですね。あと、塗った感じも、嫌な感じもないので、最近はね、結構これ主軸として使ってますね。他にもアイハープの商品いろいろ買ったんですけど、それも他の動画で、紹介していくんですけど、以前までは、どういった感じで、スキンケアしてか、してたかっていうと、まずココナッツオイルっていうのを、主軸に使ってました。ココナッツオイル。あとは、そのサブとして、アイハーブで買った、アロエのジェルとか、あとは、乾燥肌用の、バームとか、クリームとか、そういったものをサブとして使ったりとか、あとちょっと肌が荒れた時は、ステロイド、皮膚科で処方されたステロイドを使ったりとか、そんな感じで、スキンケアをしてたんですけど、これが届いてからは、これがまず一番に来ましたね。これを、もう主軸として使うようになって、で、二番目にココナッツオイルっていうのを使うようになった。これは有機の、ココナッツオイルですね。有機のココナッツオイル。ジャス認定されてるココナッツオイルなんですけど、それを使ってます。で、あとは、これも、他の動画で紹介するアイハーブの、なんだったかな。ちょっとあんまりよく覚えてないですけど、アイハーブで購入したやつですね。とか。今後は他の動画でも紹介していくんで、それもご覧いただければなと思います。はい。じゃあそんな感じで今日はこちらのアビーノっていう商品を紹介してみました。これね、意外とね、大容量です。このスマホがこのぐらいなので、ですね、僕の手がこのぐらいなので、意外とね、大容量です。しかし中身の量が確認できないから、一体どのぐらい今使ってるんだろうと。もう重さでちょっと判断していくしかないですね。なので、例えば、
そうですね、まあ、ちょっとなんか策あるかなって今考えたんですけど、あ、これも、あ、わかりました。策がわかりました。これね、こっから開けれます。ここから開けれます。あ、これで確認できるか。ここで、なんとか確認できるな。もう結構使ってるな。これでね、うまくね、こう中身が見えるので、光も利用しながら、すると影で、こう指でね、指でこう、影ができるので、あ、この辺かなとか、だいたい今この辺まで使ってますね。とか、いう感じで、やれば、まあ、なんとか確認はできるかな、という感じですね。はい。では、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、わかりにくい説明もあったかもしれないですけど、まあ、だいたいこんな感じです。この商品に関してはね。はい。僕の今一番、主軸として使ってる、商品なので、あんまりね、実は、紹介しちゃうと、またこう、みんなが買っていくじゃないですか。なので、たまに、iHerb で、在庫がない状況になっちゃったりするんですよね。みんなが買いすぎて。なので、あんまり紹介したくもなかったんですけど、まあ、でも、ちょっとその分だけね、そのメーカーさんに、多く作ってもらえればいいっていう話なので、まあ、それはメーカーさん次第なんですけど、まあ、いい商品はいいっていうふうに僕も紹介したので、まあ、他の商品に関してもしっかりとレビューしていきたいなと思います。じゃあ今回はこちらの、ラビーノの紹介でした。すいません、長くなりましたけど、ありがとうございました。失礼します。